ひめかです。ももかです。うそです。ももかです。ゆらりです。あ、間違えた。ももかです。ひめかです。ピンクラテティー B 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は、私の持ち込み企画、お絵かきの3番勝負。2人だけお題を聞いて、それを書いてピティさんに見せて何を書いたか当ててもらうというゲームです。で、2回勝った人が勝ちで3回戦やります。レッツゴー。よーい、スタート。どうしよう、縦書きだよね。やばい。顔とかどうすればいいか分かんないんだけど。せーの、ドン。じゃあこれを今からピティさんに見せて何を描いたか当ててもらおうと思います。お願いします。お願いします。恐竜。正解です。ピンポンピンポン。イグアナかなって一瞬最初思いました。この辺から雑になる。性格が表れてる。どっちが上手いですか。今回は姫か。イエーイ。勝った。はい、じゃあ第2回、次のお題は、おー、意味上がんな。なんで、なんでチョイスされたのか分かんない。じゃあ制限時間3分、スタート。スタート。え、待って、やばくない？絶対書けない。待って、やばい。何書きます？見てない。え、やばくない？普通にやばくない？やばー、キモ。言わないで。お願い。やばいって普通に。どんな感じ？全く覚えてない。歴史が嫌いすぎる。せーの、ドン。なにこれって感じだよね。判定をお願いします。カッパ。カッパじゃない。クリママちゃんもめっちゃカッパ。あ、分かったかも。何ですか。フランシスコザビエル。イエーイ。勝った勝った。どっちが上手いですか。今回はもうクリママちゃんかな。嘘でしょ。カッパだけど、完全にカッパだけど、この胸の十字架がで分かった。あ、なるほど、ね、なるほど。ここに十字架あるの。あ、それ十字架ってバッテーかと思った。これ ABCD。 ここなんかありますよね。ちょっと見せてもらっていい？2人ともクオリティが低いから。あれ、なえ、なんかなかったでしたっけ。太陽。太陽で、ヒゲで、ハゲで。めっちゃ人じゃん。カッパじゃん。え、でも今一勝一敗ずつだから2人とも。あともう一回で決まります、勝負が。はい、じゃあ次のお題は、おー、え、それでは3分スタート。はい。これ本当にやばい、どうしよう。違う違う違う。あと1分8秒。目見開いてるかってどういうことさ。白目が見えてるのか。え、結構うまいんだけど。いっせーので、バーン。え、でも結構良くない？結構クリモちゃんの方が上手いかも。こんな感じ。でも最後の30秒で描いたから。じゃあこれをピティさんに判定してもらいましょう。何でしょうか。陽気なおじいさん。いやー、違います。もうこれがヒントで、シタベラっていうのとフラスコっていうのとか。あー、アインシュタイン。イエス。あー、負けたでしょ絶対。ちょっとこれはクリモモちゃん。やったー。え、カッパ絶対イメカの勝ちですよね。これが
あの書き直したやつなんですけど、ちょっと一つともひどくて、こっちの方がまだ全然マシだと思いますよ。え、でもカッパを飼った気がしたんですよ。そもそものお題が違ってるから。私の勝ちです。とてもレベルの低い戦いとなりましたが、というわけで今日の私の持ち込み企画お絵かき終了です。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。